何なんだお前ら。何だとは失礼。我々は真の地球人だぞ。貴様らは我々を地底人と呼ぶそうだな。ヒーローをやってるもんだ。俺は負けない。地上は俺が守る。おざけ弱小種族が。随分と世話になっているじゃないか。そこだ。
でもそうだ。侵略開始だ。侵略開始だ。この戦いの高揚感、ほーら。何なのだこの力は。弱小種族だ。地上人には死んでもらう。我は地底王、地上人でも格下の披露じゃ。バーガさあやろうか。え、俺は強くなりすぎた。皆さんが今見ている光景がヒーローと怪人との戦いです。この世界にはしばしば怪人が出没します。怪人たちは人間社会の平和を脅かし災害とみなされます。それらは危険度に応じていくつかのレベルに分類されます。トラ、不特定多数の生命の危機、鬼、町全体の機能が停止、もしくは壊滅の危機、竜、いくつもの町が壊滅する危機、神、人類滅亡の危機。このマントを羽織ったスキンヘッドの男性は、3年ほど前まで就職活動に行き詰まっている、どこにでもいるありふれた青年でした。その時、怪人の襲撃に出くわし、身を挺して男の子を助けたことで、幼い頃に憧れていたヒーローになる夢を思い出し、趣味でヒーローを始め、ヒーロー協会に所属するプロヒーローになりました。ヒーロー協会は戦闘能力の優れた者を募集し、怪人や災害発生時のヒーローたちの活動を支援する組織です。所属する何百名ものヒーローたちはヒーロー協会の指示のもと、今も各災害現場を奔走し、市民を守るために戦っています。ヒーローたちの物語です。そして彼の物語でもあります。